島田洋一の朝から言わせろいいねそれおはようございます KBC の YouTube 兵ですおはようございます島田洋一ですおはようございます小柳谷幸です師匠こんな記事出ておりますロトセブン同じ売り場で二十八億円ということで二枚で二十八億円三枚です三枚で二十八億円もあった一等が九億三千三百五十八万三千八百円なんですが。 このが同じ売り場高知県のイオンモール高知チャンスセンターというところで3口3口出たとはあ俺これができる時今まで6しかなかったやん7が出る時取材受けたん洋七やから雑誌でそれ以来んか俺もそれまで知らなかったよロト7とかロット6とかそれからずっとこう出るわな思い出したりまあこれは寄付のこともあんねんから宝くじっていうのは地方自治体に寄付行ったりするからそういう気持ちで でもやっぱり一応当たらんかな思うてな見んねんけどもちろんかすったこともないけど <laughs> でも9億仕事して仕事して貯めたお金なら、はい、きちっと使うわな、ええ、でもあれ凍っただけで9億ポンって当たったらもう俺なんかろくなこと使わんやろな<ー>すぐなくなるかもなどれぐらいでなくなりますでしょうだいやそれか二丁拳銃みたいにまず愛人12人囲う <laughs> うん おであの拠点をグアムかハワイに移す <laughs>、うん。いで,でもう番組とかテレビとか一切電子 <laughs> お金もうありますからね、うん、9億あったら34年はもう何もせんでいいやろ、うんはあ、にしても年間3億使う計算ですね、うん、それぐらい使うやろ特か一回わけわからんことしてたらほ<ー>おで Z 機をチャーターしてみたいな一回ーヨーロッパ行っちゃってとか言って、えー、あの合力 じゃなくて俺らはあの米倉かなんか連れてな。<laughs> <laughs> あどうだい？って言ってこの飛行機いやこれ飛行機だけどもう一個飛行機作ってるよ言うて売り上げ落ちちゃったりしてね。<laughs> ああいうことをやってみたいと思うもん。もしそういうあぼくぜにならな。ああなあ自分どうする？9億とか。 いやもう全然想像つかないです,でいですよね普段生活してるところで見ないですもん,んまず9億っていうお金がどんなお金なのかが全くわからない <laughs> うちのばあちゃんが言ってた俺小学の時出産、えー、さそろばん一塾行ってたやん、はい、ばあちゃんこれ読み上げ算ちょっと言うてー言うて、はい、うんほったら「うん、分かった」って言うからばあちゃんが「1億4300万人足す2億3000円」って言いながら途中で「もうこんなん勉強せんでええで」って言ったら、うん、ばあちゃんが「なんで?」って俺が聞いたら「一生のうち1億とか2億とか使うことないし、うん、そんな足し算ない」っって。 八百屋行っても百円とか二百円やの。それができたら生活できるってうね。い確かに俺も使ったことないわ。家一軒建てるだけで五千万とかな。あ<ー>まあ東京やったら七千万とか。一、はいはい、億出す一億なんか使うか普通。俺全然わかんないですもん、ね。どう九億もうすぐ婚約になるやろ曲なんか。 これに出れないかもしれれなないい出何数年数えんのうんとりあえず数えたって9億やんか顔変わるんじゃないですか9億多分な9億ずっと数えたらもうお金に見えんよ紙よ紙印刷臭いってああだから今言われてるやんキャッシュレスがどうのってこの紙に信用あるっていうのここにペラペラの紙台本みたいのあるけどこれと一万円札はあんまり変わらんからな紙やからああ 飛行機乗れたりすごいすごいなお金中ちゅう事態が俺ビッグで9億で紙をあれお金じゃなかったら多分2300円やって9億分紙屋さんに売ったら一生実際目の前でお札どれぐらいの量を生で見たことあるんですか億400万 3億400万、うん、だって漫才部門の時なんか振り込みじゃなくて現金でもろって嫁さんにファンレーターとして渡してたら嫁さん「それがさあそうあれファンレターや思うてそのあれが3億400万」そ。うんそうそう <laughs> デパートの袋みたいなお尻の中でいません入れてて、えー、全部入れてておで七十万八十万の発送を渡してたらそれが給料思っ,とったってはいはいはいおいでがあの年末にバーッ帰ったらおっとん週間してゴッツ戻っつもろてるけど毎月八十万とか七十万しかないのにどないての他のお金とか渡してるかなって ファンレターの中に入れてるやろあれファンレターの中にお金も入ってんので、夜中に出したら3億400万あったんやところが3億400全部ピン札やから、はいはい、100万が1センチぐらいやんかはいはい、はい、1 0ンチぐらいが1000万やそれが30個おお<ー>ビニールに包んで紙包んであったん銀行からのそのままやからいで開けた時に プーンと匂いしたのが印刷の匂いお金と思わんって俺もその時初めて3億って何なのって思ったってただこのために働くんかいとも思ったこの中の5000万が家建てるとしたら人間ってただこの紙の5000万だけで一生働いて家建てんのかなとかいろいろ複雑やったよあそっか目の前ににあるだけにですね、うん ほん嫁さんがじゃあ片付けとくわ明日銀行人呼んでちょっと怖いから呼んで持って行ってもらわなあかんなーって言ってうて、ん、母ちゃん色変えたら母ちゃん持ってんちょうど<は>東京やから、はい、そんなお金なんかいらんよ目の前でバカじゃないの言うて、まあ、お金片付けたけど母ちゃん300万持って広島帰ったらしい <laughs> <laughs> しっかりしてるやろうちの母ちゃん <laughs> いらんって言う割にはおほてうちの嫁に「<laughs> 息子の前でもらえれへんやろ」って,ってお時間ですこれがうちのおかんや。 また明日です。<laughs>